こんばんは、AKB48 チームビート山県出身アルピオンこと橋本アルナです。ご飯食べたよ、やっほすいませんお茶飲んでたら変なとこ入りました、すいません。10時にはお風呂に入りたいので10時前には終わります。10時にはお風呂に入りたい。今日の橋本、今日の橋本はもう偉い、インスタももう上げたし、オッケー何がオッケーか知らないけどオッケー、偉い。10時にはお風呂入って早く寝るっていう気持ちで、明日ちょっとでも早く、明日レッスンあるんですけど、明日ちょっとでも早くレッスン場に行って、空いてたら自主練して、空いてなかったらまあ配信するかな、配信して、でレッスンしてって感じかな。明日は、え、きょんちゃん卒業発表したの？知らない、聞いてない。本当だ。9月中だって卒業公演。うん、寂しい。また一人後輩がいなくなるのがやっぱ一番寂しい。同期も一番寂しいけど、先輩も寂しいけどみんな寂しいけど、やっぱ自分よりも後に入ってきた子ってなんか切ない気持ちになっちゃう。すごく
っぱさ、まあ私もそりゃもう10年9年見させていただいている身なので、そりゃ何度もやめようとも思ったこともあるし、やめた方がいいって思ったこともあったけど、やっぱ毎回毎回やってる時が一番楽しかったりとかするから、今が一番楽しいって思ってアイドル活動をしているので、まあ、もちろんエイトが活動休止になるってなった時はこの先楽しいなんてねえよって思ってたけど、でもまあ8の活動休止のちょっと前ぐらいからチーム B で公演にたくさん出演させていただけたりとか、そう、まあ人が少ないんで、あのそうなんですけど、まあ私が暇っていうのもあるんですけど、あの活動チーム B で活動させていただいて、なんだろう、本当これまで喋ったことなかった後輩の子とか、特にくるちゃん、楽屋も隣だったりとかするから、くるちゃんとはすごいこれまでの会話以上にめっちゃ喋るようになったりとか、最近ではそのみなみちゃんも同じ境遇でポジションがあの一人しかいないっていうのもあって、だからそう結構一緒に公演に出る機会が多くなったから、いっぱい喋るようになったりとかしてるから、やっぱなくなったらなくなったで、なんかすごい嫌だけど寂しいけどなんでだよってなるけど、でも楽しいこともあったし、でもまあ夢に向かっての卒業ならまあしょうがないもうそれはもうしょうがない。パンダさんハートありがとうございます。ともゆきさんシャボン玉ありがとう。だから私的にはみんなやめないでって気持ちでいっぱい、そう、本当にみんながこれ以上やめると、なんかやっぱり、いや全然考えてないけど、今自分自身卒業しとか全く一切、本当なんかもうこうやって卒業していくメンバーがいて、こう卒業のこととかに触れると、ハルピョンも卒業するのとか卒業しないでってめっちゃ言われるんですけど、全く一切考えてないんですよ卒業っていうことを。今私はそう、まあ、分かんないですけどこうやって分かんないですけどとか言うからあれなんでしょうけど、考えてないんですよ。だから考えてないからこそ、なんかみんながこう辞めるタイミング過ぎて、なんか自分も辞めなきゃいけないのかなって思っちゃう、なんかそう、すごいそういうあれになっちゃう、なんか辞めた方がいいのかなみたいな、みんながそうやって辞めていくタイミングでってなると、なんかすごいね、集団心理本当に良くない、本当に良くない、そうなんですよね。でもそういう環境で育ってきちゃったから、みんな向いている方向を向きなさいっていう環境で育ってきちゃったから、余計にそう思うんだろうね。そう、不安になる。でもなぎちゃんとも前話してたんですよ、なんかチーム B のレッスンが終わった後に、なんか卒業考えないのみたいな話をなぎちゃんにされて、なんかいや、まあなぎはそのやりたいことっていうか、新しいやりたいことを見つけて超前向きな卒業って言ってるから、もうそれはそれですごい応援したいし、私は
そう、でも私は今こうやりたいことがないから、やりたいことがないわけじゃないんだけど、やりたいことが AKB だからっていう気持ちになるんですよ。すごい、そうだから、なんかなんていうんですかね、なんかやめなきゃいけないのかなって、すごいその集団心理って言ってた同調圧力みたいなコメント、同調圧力っていうなんか言い方がちょっと強すぎてよくないんだけど、なんて言うんだろう、そういうなんか気持ちにはなるけど、今やめたところで私ができることなんて何もないし、一つもないしって思うから、そう、絶対にそうだから、同調圧力はコメントであったから読んじゃっただけ、ごめん、違います、全然圧力かけられてないです、違います違いますはい別に宇多田とか川原から「おいやめろよ」って言わせるわけじゃないです全然違います全く言われてないんですけど、そう、私は卒業しないけど、なんか卒業しなきゃいけないのかなっていう気持ちになる。でも卒業してもやることがないっていうのを自分で一番自分が分かってるから、やること、やりたいことがないっていう、一番それが分かってるから、そうだからやめれないでもやめた方がいいのかな、このみんな卒業発表してる環境みたいな、もうなんかこういう気持ちです、今すごい難しい、うん、でも同期で卒業を今発表したりとか、卒業してないメンバーで8の選抜だったり、こう AKB の選抜に入ってないのって私だけなんですよへ、気まずそうそうなのよ、なんかだから余計にそれも込みでなんかやめなきゃいけないのかなって思っちゃうの、そうなの、やだ、そうなんですよびっくりびっくり、やばい、カレンはまあ同期じゃないからね仲いいけど同期じゃないから、うん、そう仲良しだけど、めっちゃめっちゃ仲いいけど、やばい、どうしようっていう気持ち、ほんと、ぎょうちゃんはあれジタバタ入ってますよね、え、ぎょうちゃんはジタバタ入ってますよ、だからやばい、私だけ、でもいいんです、それでも頑張ります、こんなに、そう、8選抜も含めての話、今
こんなに、はい、あやねちゃん、あやねちゃん、あ、そっか、でもあやねちゃん事務所に入ってるんで、もういや今後の方針はもうあるじゃないですかそうですよ、業店も事務所入ってるし、そう、ほらやばい、ギャロンさん水色だるまありがとうございます。オーベルジーヌのお子様口食べるまでやめれない私は甘口、差し入れ甘口しか来ないからやめれない違う、そういうことじゃない。橋本さんは事務所がうんちゃらかんちゃらじゃないです。橋本さんはそのやりたいことがアイドルだから、仰天とかはさ、すごいなんていうの、ナイスバディがあったりとかさ、あやねちゃんもさ、そのなんていうの、声のお仕事をやりたいとかっていうのが強く持ってるじゃないですか。でも私はアイドルアイドルがやりたくて AKB になって、そう、なんか気づいたら周りがみんな卒業してた、どうしようっていう感じ、うん、アイドルがやりたくてっていうか AKB になりたくて AKB に入って、気づいたらみんな卒業してたっていう、うん、そうなんですよね。いや、ゆきりんさんは違いますよ。だってゆきりんさんはもう初期からもうすごい立ち位置前だったじゃないですか。だから30まで入れるんです、はいママさんってだってあれでしょ、ノースリーブスさんの事務所でしょ。だってあの想像たるメンバーの中に橋本春奈はおかしいから違います、絶対にありえないそう、次期総監督それは無理です、ミヨンさんめっちゃ大変そう、でもなんかお給料はこれらしいけどセリちゃんなんて何回エイトの選抜入ってるか、そうです、セリちゃんほぼずっとエイトの選抜いるよね、だってケガシンもいるしずっといるよ、うん、そうですよ。やばいっていう気持ちになる、どんどん。頑張ろう。でもこの4日間ぐらい、チーム B のあれがある4日間ぐらい、お試しメールある4日間ぐらいはちょっと頑張ったメールだから SNS もちょっとずっとやってる私、でもなんかあげる内容がないんだもん、仕事がないからそう、仕事がないからメイクもしないから載せる内容がないんだよ、そうなのよ、ああ、
でもさ、なんかさ、なんかみんなんか聞く人もいるんですって。卒業した方がいいですかねとか、その上の方に聞く人もいるんですって。でもそれで、あーそうですね、じゃあいつ卒業しますかとかって、なんかすんなり聞かれたらめっちゃ嫌じゃない？うん、それはすごい嫌じゃん。それで、いや、そうなんかやめた方がいいですかねみたいな聞く人もいるんですって。中にはやめようと思ってるんですけどとかっていう人もいるらしいのでも私はもしそれを言って、ああそうですね、じゃあいつ卒業発表しますかって聞かれたら、もうやっていけないしたことないです。卒業の相談なんて一回も。だってそう言われたら怖いからそう言われたら怖いから。そうですね、じゃあいつにしますかとか聞かれたら、もう私やっていけないよ。そう、いや知らないですよ、そんな本当にそうなのか知らないですけど、聞いたことないから。私も人づてに聞いたあれだから、そう本当にそうなのかとかは全く知らないですけど、そうまだアイドルします。なので応援してください、お願いします。そう噂、しかも本人から、それを聞いた本人から直接聞いたわけじゃないし、なんかそうやって言った人もいるらしいよっていう噂を聞いただけだから、そう噂の噂の噂だから。嘘でも聞いてみたら、え、で嘘でさ、全然卒業する気ないのに聞いてさ、じゃあいつにしますかなんて聞かれたら、もう逆にやっていけないですよ。はい、無理ですいつにしますかはないかなないかな、わかんない。まあでもやりたいっていう気持ちの方が今は強いので。てかさ、私がさ、こう1週間ぐらい風邪ひいてたのにさ、それをさ2日間のお話し会で元気にさせちゃう皆さんの方が大事。私はみんながいなくなったら風邪も治んない人間なんだから、今やばいやばいそうですよ、
話し会がなかったら今も風邪ひいてたかもしれない。春くんいないと元気にならない。なに？かわいい、かわいいこと言おうやん。まだアイドルがいますけど、まだハルピオンはアイドルでいるから今応援しなくていいかとは思わないでください。はい、そうだよなって。なんかもしなんかこう話し会とかさ、劇場とかでハルピョンのうちわとかがなかったりとかさ、コールがゼロだったりとかさ、お話し会も全然あれとかだったりさしたらさ、やっぱあ私って今ここのここのグループに必要ないんだなって、みんながそう思ってなくても思っちゃうから。そうだから応援はしててください、お願いします。あと全然関係ないんですけど、さっきここやけどしました。めっちゃ痛いです。私はアイドルをやりたくて AKB に入ったっていうより、 AKB になりたくて AKB になったので、私は今はそういう気持ちです。わかんないですけど、今はこう言ってるけど、わかんないですけどね、どうなるかなって。はい、なので皆さん、これからも応援しててください。エンドレッドさん、ハートありがとうございます。歌番組出たい。歌番組出たい、選抜入りたい、いろんな仕事したい。頑張ろう。そのためにはマジで風邪をひかない、運を味方につける。あの仕事のダブルブッキングがしないように運を味方につける。はい。それで
毎日徳を積む、今日したいいことはなんだろう。でも今日も保冷剤とお友達しました。だから環境にいいことしてます。電気を使わない電気を使わない環境にいいことしてます。そうですよね。あとはもうすぐペットボトル3本飲み終わります。えらい。だって人と会わないから何得積んだらいいの？うん。なんかでも久しぶりに今日2日間この昨日今日休みだったんですけど、久しぶりにもう本当に友達とも会わない、他の予定も入れないっていう休みが久しぶりでした。本当に2日間それは久しぶりでした。何も本当にもう何にもない休みは2日。1ヶ月以上ぶり、なんか美容院行ったりとか松葉行ったりとかしてたりとか舞台見に行ったりとか、そう行ったりとかしてたから、本当に2日間もう何の予定も入れないみたいな日2日連続は久しぶり。自分に優しかったです今日は。はい、ゆっくり休めた。でも7時半に寝たから眠い、あ間違えた、7時半に起きたから眠いからもう早く寝たい、うん、自分に優しかったです。本日の橋本さんは、明日は今日より暑い、大丈夫、明日はレッスン場に行くので、レッスン場はエアコンギャンギャンなので涼しいです。なるべくレッスン場にいることにするね。だからそういうことだよね、電気代を集約させる。
かに、それでかまた風邪ひかないように気をつけます。でもよくやってました。それこそ受験生の時の夏休みとかはもう家で勉強するんじゃなくて塾に行った方が絶対的にまずはかどるし、エアコンもついてるからそう、自習室がとか塾が休みの、あ違う、普通に塾が休みの時かとかは図書館に行って、そう行ったりしてました。図書館はでもたまーにです。なんか私人が動いてるのもダメなんですよ。みんな動かないでほしいからそう、図書館ってやっぱ人動くじゃないですか。そうだからダメだった。なんか気になっちゃうのと、それがそう。でも塾の自習室ってもうマジでこうだったから、閉鎖的空間、いやでも逆に閉鎖的空間すぎてなんかちょっと携帯触ってもいいかなとかになっちゃってはいたんですけど、確かに。それなら自宅の自分の部屋でいい。自宅の自分の部屋はもう余計に無理です。だってもう何でもできるじゃん。音楽だってガンガンに鳴らし放題だし、エアコンだって、いや電気代の話してんだ今、エアコンの話してんの。エアコンのために塾行ってたよって話です。はい、そうです。エアコンのために家にいないっていうまず選択肢。そういうことですそうですよ。そう、今その話をしてたのに、なんで自宅に戻ったら一緒じゃないですか結局一緒じゃん、自宅に戻ったら。やばい、もう50分、本当だ、やばい、そろそろ終わらないと10時までにお風呂に入れない。ランキングいきます。やばい、あと10分しかない、お風呂に入れなくなる10時までに。私の今日の目標、10時までにお風呂に入る、頑張ります。1位、ネバーストップアット君のおでこに肉と書きたい、書いてあげましょうか。いやだ、待って、そうだ、ピョンムービー撮らなきゃいけないんだった、やめます。ねえ、めっちゃ痛い、やけどしたとこ。2位、ギャローさん、ありがとうございます。3位、エンドレッドアットピョンヌさん、ありがとうございます。4位、ともゆきさん、ありがとうございます。あ、いいね、テロップに書くのあり。あ、これでいい、どう、ここら辺もっと後ろか、まあいいや。5位、4位、ともゆきさん、ありがとうございます。5位、直吉さん、ありがとうございます。6位、えりかさん、ありがとうございます。7位、山内さん、ありがとうございます。8位、マックミックさん、ありがとうございます。めっちゃ笑われてる、嬉しい、こんな私のたった肉っていう一文字でこんなにみんな笑顔になってくれるの嬉しい、ありがとう。10位、 SL さん、ありがとうございます。11位、
クープーさんありがとうございます。12位キタスト公平さんありがとうございます。13位メリーさんありがとうございます。そして本日のラッキーナンバー2910人の方が来てくれた29位の方、吉野里528みゆまるさんです。ありがとうございます。ということでありがとうございます。皆さんまた明日の配信はなんか気が向いたらする感じなので、あんまなんかこの時間でこうでこうでこうでって思わないでください。すいません。29位とか肉、本当だ肉じゃん。今日は肉の日です。皆さんも肉食べましょう。それではありがとうございました。ドボンしようと思ったけどやらなかったバイバイ、またね、お風呂入ります。さようなら、おやすみ。肉スクショしといて、みんなスクショして。顔動かしちゃダメなのか。メール送んなきゃ。じゃあね、バイバーイ、ありがとう、おやすみー。